い、ということで皆さんこんにちはって言ってます。こんにちは。こんにちは。私たちなんと、はい、仙台に来てます。挨拶してくださいね、お姉さん。まずは挨拶ですよ、うん、誰なんだってところですから、うん、すいません、言いたい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 が勝っちゃうんですね。仙台もう言っちゃった。あ、じゃあごめんなさい。せーの、ピッピッ、みんなリコです。リホです。よろしくお願いいたします。お願いします。仙台に来ました。あ、ありがとうございます、ね、なんで来たの、何しに来たの。なんかね、ちょっとあの社員旅行というかスタッフの方とかも一緒に来てもらって、はい、慰安旅行的な感じ、うん、お仕事を忘れて、そう忘れて、うん、うん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 、でホームビデオみたいな感じで、はい、ちょっと動画撮ってみるみたいなところでございます。 Vlog、 そうです、 Vlog、はい、です。で今は仙台のローカルな遊園地、あら、八木山ベニーランド、あら素晴らしい、というところに来ました、うんうん、ここでね、はい、ちょっと遊園地を楽しんじゃったり、はい、バトルしちゃったりしてみたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、はい、あのベニーランドの方に、はい、行ってみましょうか。ましょう。それでは、ですがね、ごめんね。一個あるんですよ。何ですか？僕らからちょっとまあ仙台来たからには、はい、野球を見に行きたいなと。はい、仙台といえば野球なんですか？まあそう言っても過言ではない。過言ではない。そう、どこにでも野球チームありますけど、ね。確かにね、うん、横浜だってあります。楽天ご存知ですか？楽天、うんうんうん、楽天イーグルス。わかります。まあ、マーク、マーク。そう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 。則本選手とかいっぱいいろんな選手がいて、せっかくならちょっと一緒に見たいなと。え？明日、うん、見に行きましょう。チケット用意しました。やった。好きじゃない？いや、まあ好きも嫌いもっていうところですよね。なんかもうすぐ申し訳ない、うん、ごめんなさい、すみません。なるほどなるほど。そっか、好きか嫌いかって言ったら好きだけど。そうだね、そうだね。嫌いじゃない。野球やってたもんね。そうですね、ソフトボールをちょっと1年ぐらいはやってたっていうあれはありますけども、ね、まあ、見れんだ、その球場で。見れます、見れます。しかも結構いい席を用意しました。ちょっと楽しい、うん、ちょっと楽しい。え、見に行ったことある？1回ぐらいですかね、うん、あんま、うん、記憶ないぐらい。本当？家族でぐらい。結構楽しい。本当？行きましょう。 それってあのこう動画とかもいいんですか？ OK OK OK。 あ、そう、一応許可も取って。なにメインイベント、とっておきだ、うん、とっておきの野球観戦があるわけだ、うん、明日、明日。じゃあ今日はこのベリーランド楽しんでいいの？そうだね、楽しましょう。 OK OK OK。 はいはい、じゃあそれでは行ってみよう。でいいですか？うん、だからごめんなさい、どうぞ。あ、すいませんでした、はい、ということで今日は本日の方はベリーランドを楽しみます。それでは、行ってみよう。どうですか？似合ってますか？なんだか、なんだかいいですね。はい、ベニーランドとちょっと距離が近づいたような気がしますけど、ベニーランドどう思ってるんでしょうか？お腹すきました。はい、買っていく。何がいい？ポテト1つとフランクフルト2本とフライドドッグを1つ、コーラの L サイズ1つとメロンソーダの M を1つ。うわ、外れる。すごいすごい。あらららら、これいただいちゃう。あなた、これ食べる？もらってよかしら。うん、いいよ。でもあんま食べないで。何？美味しいから。あら、うん、分けた方が美味しいっていうの知ってる？うん、私も知らないでしょ。二人で食べる飯が美味しいとか言ってる、うん、別に変わんないよ、ね、正直。みんなで食べるご飯美味しいねって言うやん。そうそうそう、うん、正直か、変わんない。でも美味しい、うん、でもうちの問題。そう、あ、満足だな、もうね、帰ろうか。うん、帰ろう今日は。あ、やばいギャルやな、ギャルがいた。あ、やばい。歯に青のりついてるよ。あ、取れた。彼氏とかがさ、歯に青のりついてる分にはさ、多分可愛いじゃん、うん、好きな人だとちょっと嫌だよ。嫌だ、やっぱり言えないしね。そう、かわいそうだよね、なんか、うん、私に指摘されるのも多分かわいそうだろうし、みたいな、うん、やっぱノリで言える関係ぐらいがいいよね、うん、いいな、遊園地デートとかした。中学の時してたな。いいじゃん、おませおませさん。あ、かわいい。男子高校生2人組がコーヒーカップに落としてる。え、かわいい。楽しめよ。かわいいかよ、お前ら。かわいいね。
あ、回っちゃってるもん。あ、回っちゃっていい。回っちゃっていい。おーすごい、もう好きまんまだぞーっつって俺のが強いぞいや癒されるな、可愛すぎる。可愛い。私たちあんまり見ると恥ずかしくなっちゃう、うん、そうそうそう、ごめんごめん、楽しめなくなっちゃうから、違うとこ見てますよみたいな感じでこう見る見る。めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。よっこらしょ。今日はですね、津村半夏写真棟14番14番のお願い。あとはですね、5席入りました、EKT19 番の小生流と三条を2セット食べます、飲みます。え、2セットも飲むの。はい。でこちらカロナール一条ですね。はい。でビオ3一条、今日はこれを秋の新作ってカラーバリエーションもたくさんあって、これなんかピンクでちょっと気分を上げてこうっていう感じ、ね、うん、あ、でも中身は、あ、そうです、中身結構ベージュ、はい、テクスチャーこんな感じです固めテクスチャー固めです。結構家辺の方向けですね。あ、そうですね。これ一品、はい、出ました。マジックマジックじゃこれもね、粉飲んでいきたいと思いますけれども、うん、あ、はい、これも結構イエベの方向けですね結構イエベの方向けです。もうね、パッケージからも見ても分かる通り、あのもうイエベなんですね。私ブルベなんですけど、はい、ちょっと最近ね、春夏に向けて、はい、SS に向けてって言って、はい、SS に向けてイエベも取り入れようかなって思ってるので、これです。中からもう体内から黄色くしてこう。そうです、そうです。はい、もう乗り込んでる乗り込んでる、与えませんこれはい、どういう風に動くか、はい、乗ってみます。あ、いいですか。いいですよ。ありがとうございます。すいません。はい、はい、そう、来て、おー、危ない、ずるいよ、ずるい、乗りこなしてるのずるい。確かに練習になっちゃうからねおおほほほらほらいほらい、行くぞWhat?
音合わせ。弓を放つことができる場所です。こちらこんな感じで弓を放つ。うわーマジで血騒ぐな。何の血が騒いでんだよ。いつの血が騒いでんだよ。木星と赤弓が右利き用、はい、青が左利き用になります。あ西どっちなんだろうね。どっちなんだろう。あ右かも。右射抜いちゃうぞ。恋のキューピッドだぞ。初めてなんですけど、うん、どうぞよろしくお願いします。天使だった経験ございますから。そうですね、はい、男性の心臓を狙ってって感じ。そうそう、あいつの心臓を狙え。よし行くぞ。おお。まあでもまだ、まあまあまあ、彼に響いてない。まあ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 蝶のように舞い、蜂のようにさっこれって2点ですね。2点。なるほど、はい、ありがとうございます。まさか得点がもらえるとは。いけおお。こういうのはあの先祖の気持ちを思い出すんですよ。縄文時代の頃の私の先祖の気持ちを思い起こす。先祖よ反映しろ反映しろまあこんな感じですまあそろそろ合コンも終盤になってきたんで、はい、そろそろ持ち帰りの準備を。なるほど、なるほど、したいと思います。一緒に帰ろう次のやましい心を持っちゃいけないですよなるほど、はい、純愛ですよ純愛。私が天使なんだぞってことを世に知らしませばさばさえ聞くぞ。彼のハートは私が射抜いちゃうんだからね。フィギュア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 いきますよ。ごめんなさい、確認 OK です。ああ、ね、どうしちゃったって言うんだい。やっぱり精神がぶれてます、ね。はい、今なんか集中力が切れました、はい、ごめんなさい。あ、いいよいいよ、良さそう良さそう。自分が武士だった時のことを思い出してください。そうだよね。敵がいますあそこに、はい、やらなきゃやられる。撃て撃て撃てブリャーブリャー。ああ死にましたすいません、はい、それだからちょっと馬に乗ってるぐらいの、うん、そうだね、パカラッパカラ。それで撃ってたからね。そうだよね、昔の人はこれで。そうそうそう、いざ主人撃てオッケー、もうこれもう天下取る瞬間だわこれ。そう、天下統一まであと一歩。オッケー、あいつを倒せばお前は天下統一だ。オッケー、パカラッパ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 カラッパカラッ、うでぇーありがとうございましたもうまだ一人、はい、最後のレジェンドがいるから、うん、首を取る。パカラッ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 、撃てー、いざ撃ち取ったり取り取り、うわー、戦果統一しました。イエーイイエーイピース。今日はなんか中学生ぐらいの子が修学旅行か何かで来てて、うん、やっぱフレッシュですね。フレッシュ、うん、やばい、もしかして平成ファインのモーリーさんですか。違います。絶対そうですよね。違いますよ、声が絶対そうと思って。違うんですけど、キスしてもらってもいいですか。いいですよおい次やるかもぜ。え待って待って待って、いけいけ、おいおい、まずこれだろ。まずこれ、まずこれだろ、まずこれ乗る、これ乗る、乗り込め乗り込め、いけいけいけおい楽しんでるか。360度2回転宙返りコースター。怖っ怖っ、いかに犠牲をとどろかせられるかだな。確かにね、キャーとかじゃなくてね。そう、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい次の次の次の次子供たちが可愛いんだけど、もう一回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 ね、最悪、なんか男子も使ってきたわ。おい、やめろ、キモい、マジ先生に言うぞ、マジキモい、タナシキモい、キモいわー頑張れ、
キャイが言わないよ。大人になるんでしょ。大人になりなさい。大人になりなさい。よし、美声とどろかし系で。何も言いますみたいな。怖い、どうする。やばいってやばいって。よーし。このベニーランドに我が美声をとどろかすぞ。あーやばいやばいやばい。ゆっくりな感じなんだ。楽しかったね。なんでだろう、涙が出る。よし、よし、次次行くぞ。待って待って。全部ついてくる。全部取る。いや、リホちゃんも呼べよ。リホちゃんもいるんだけど。リホちゃんもいるんだけど。よし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 、下ろしてくれ。いい、楽しみ。やばいね。あんまり舐めてかかると怪我するぜ。大丈夫大丈夫、うちらについてこいって。大丈夫大丈夫。じゃあな。あ、いいや。マジで高清水、マジでビビリ。え、超景色綺麗。やばい、落ちる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 よ落ちるよ落ちるよ、みんな落ちるよ。舐めてたでしょ。やばいでしょ。気をつけで、ね、ありがとうございました。またお願いします。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャリンゴ。チャリンゴ。どうなった推しは。推し、私はね、彼、ね、うちのパクリだよ。この涼介辰巳選手、かっこいい、かっこいい、この人結構タイプです。結構タイプです。何、どれどれ、西川選手。西川選手、西川選手、イケメンで、かっこいい。ヒゲ剃ろうか。だってほらこうなったらかっこいい。やっぱ鼻筋がシュッとしてるのはいいか。うん、かっこいいね。みんなかっこいいよ。
よ。みんなかっこいい。そう、みんな違ってみんないい。そう、行こう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 。ねえ、しょっぱるやん。え、しょっぱる。え、お土産は。かわいい。なんかわ、かわいい。 T シャツかわいくね。 T シャツかわいい。着替えたいまである。え、確かに。え、確かに。え、着替えたいまであるね。こんにちは。こんにちは。お客さんいませんか。お客さんいません今。はい、はい、タオルかわいい。レモンサワーくださいとか。あ、そういうことじゃね。で、あの、グリコ。あ、そういうこと。テロップだから。はい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 。押しタオルみたいな。え、名前が書いてあるの、選手。あ、これじゃない。かわいい。え、ね、書いてほしい。さっきの8番の選手。あ、いたいた。いたいた。かつみさん。買っちゃうかな。でも、いらないかも。大丈夫。あ、マー君ね。田中正秀さん。正宏ね。正宏。正宏。田中正秀さん。え、まさひろさん。うわ、てかリストバンドとかも超可愛いじゃん。え、じゃあこれさ、結構買おうよ。え、結構買おうよ。で、これってさ、選手も被ってるやつなのか。そうそうそう。ガチ。そう。他のカラーもある。え、え、え、可愛いじゃん。え、てか待って、普通のファッション帽子もあるやん。え、可愛いんだけど。形いいのか。え、ちょ、イーグルス。うん。イーグル。そうだよ。かわいいじゃん。いいってかわいい。うわ、めっちゃ色ある。買っちゃうよ。え、どれにする。かわいい、こういうのある。え、かわいい。どうしようどうしようどうしよう。かわいいじゃん、これと。いいね。これとかかわいくない。ね、これなんてどう。え、あ、かわいい。キャンプとかでも使えるよね、うん、ここメッシュ素材で風通すみたいな。え、うちこれにする。かわいい、マジで。かわいい、マジで。ね、これかわいい。かわいい。どう？いいじゃん。あんたに似合いそう。あ、いいじゃん。かわいい。ウリクサみたいな。うん、いい。似合ってる、似合ってる。これにする。はい。今日のにはこれもあって。ね。でも、そっか、そっか。え、待って、待って。選ばして。すごい。どうしよう。あの、一応ですね、お客様がいない時間帯にお邪魔してますので、皆さんご安心ください。じゃあ、これで。あまりうるさくしないでください。うるさくしないですし。ねえ、この減らず口閉じてやろうか。あっ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。次はどこに連れてってくれるっていうんだろう。ユニフォーム。ユニフォーム。やっぱユニフォーム着られたさ。いや、そうそう、テンション上がんないわけ。確かに来たからには。そうそうそう。誰が好きとかあるの。俺はやっぱでもマー君かな。あ、マー君だ。マー君だ。すごい。え、ガチじゃん。え、名前とかも入れて作れるってこと。すげえ。え、すごくない。2個とかですよ。あ、確かに。すげえ。え、作ろうよ。ま、ま、これがやっぱさ、楽天っぽくない。ぽいぽい。これにしようよ。うん、この白にする。この白にします。私かわいい。ね、かわいい。かわいい。私やっぱ4かな。うん、4。で、じゃ私も中学校の時の背番号。あ、あ、あ、いいじゃん。うん、5にして。ちょっとエモいことしてみる。エモいことする。こうやってリオとうちは4番と5番だった。そう、こんな感じで。うん、4と5。え、待って、これ名前も入れられる感じだね。名前も入れれる。え、だからリーホー、ニーコー。ユニフォームの完成やん。なんか憧れてた、こういうの。なんかカレーシャツみたいなさ、野球部の彼女みたいな気分なんだけど。そうそうそう。え、じゃあ、この決めも入れました。はい、決めも。お名前と、ニコリホ。はい。ね、ニコが5。あ、ごめん、乳首触った。乳首触られました。すみません。みんなで今日よ。え、みんなで来て応援したの。確かに。いや、ね。あそこで作ってんの、見て。ほんとだ。もうあれだ。産地直送的な感じでしょ。じゃあ、アブ&チェンジしましょうか。はい。それでは、アブ&チェンジ。すいません、お腹すいた。ね、お腹すいた。え、ローストポークのスタミナ丼だって。あれ、うわ、最悪最悪。牛タン弁当。ええええ
食べていいですか。団子もあるよ。あ、本当だ、ずんだってやつじゃないの。仙台といえば牛タンだよね。これやばいんだけど。にわかだな、あいつ。うん、にわか。え、仙台ってさ、牛タンの方がいいって思ってる？もしかして。せーの、海鮮。海鮮も有名らしいですよ。なんか海が近いから海鮮が美味しいんだって。でタクシーのうんちゃんが言ってたね、うん、寿司食べて米も食べて帰れよって。そうそうそう、米も美味しいんだって。米に味噌つけて食べれるぐらい美味しいんだって。そうそう、うん、どうしよう、あのステーキ丼絶対食べていい、絶対に食べなよ。ここが球場らしい。やばい、こんなすぐ入れるんだ。え、ね、やばい、すごい。え、待って待って、何選手が何しましたんだ。てか静かにしないよみたいな。匂いとかかける系？これ言っていいの？うちらさすがにダメだよ。カッティ、いいの？やだ、無理なんだけど。持って、緊張してきたよ。慣れてる？言えないよ、あっちからは。いや、かっこよ、すごいね。なんでスポーツってこんなかっこいいんですか？いや、ほんとそう。なんか、もう本当にうちらの知らない世界じゃん、うん、この人たちにとっては、うん、普通なわけじゃん。そうよ、編集してるみたいな、うちらからしたら。だから練習か編集みたいな。そう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 。あ、なんか逃げてってる、逃げてってる。え、なんか刺したん。え、慌てるだけ。刺したん、刺したん。逃げてない、なんか私たち近づいたらどん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 あっち行っちゃった。ボールじゃん。どけどけ、あ、優しい。本当に優しい。今どっちが先にあるかで。優しい、優しい、音が優しい。あ、誰が触ったんだろうね。やばい。いやいや、え、これマジで何、え、これ どうすればいいの。え、だからお返ししに行きたいので。あ、確かに通してください。それは普通に大人としてそうかも、はい、あ、似合うね。いいね、似合う似合う。おお、うちはだってソフトボールやってたからね。りょうちゃん結構上げるタイプなんだね。すごいすごい。見よう見まねですけどね。漫画の投げ方。漫画の投げ方。普通にやったらもう。おお。すごいすごいすごい。うん、行きますか。見てない。見てない。いいじゃん。あ、こんにちは。あ、こんにちは。うん、はい、というわけで、なんか巨大空中アスレチックあるっていうから、まあ、アスレチックには目がないというか、はい、高いんですよ。そうですね、でも高いところ嫌いなんじゃないかな。でもなんか見た感じで平気そう。本当？やってる子供たちがキッズなのよ。そう、大丈夫大丈夫。うん、行くよ、早速。はい、どうしたの、おじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん、ちっちゃい子たちがやってるんで、ビビったら負けということで。はい、はい、ビビったらどうしますか。ビビったら、どうしたの。コーヒーおごる。あ、え、あれあれあれ、どうしマジでコーヒー。今ね、うん、マジでコーヒー飲みましょう。あ、コーヒー飲みましょう。すいません、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。こんにちは。マジマジ。で、あ、ちょっといい。よし。負けないよ。てか、スピード勝負することになりました、はい、やっぱり、はい、ビビったら負けじゃなくて、うん、スピード勝負に、はい、リバティのスピードさ。ソニック、うちソニック。よし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 。これ、本当に当たる。弱そう。ありがとうございます。まあ、死にはしない高さですかね。そうですね。ギリギリ。なんか3回ぐらいから死にらしいですけど。あ、よし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 。結構恥ずかしいのこれ。ちゃんとハマってますか。多分。多分。ちょっと怖いんだけど。ちょっと怖いね。私無理かもしれないです。心の準備するね。オッケーオッケーオッケー。1についてー、よーい、ドン。あ、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 うっそ。記録5秒78。頑張れ、リホちゃん。ねえ、ちょっと待って。大丈夫、大丈夫。
でしたとか言わないで。2人同時に行ったらダメなんです。助けられない。頑張る。頑張って。君ならできる。前だけ見て、前だけ見て。そう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 。こっちで。大丈夫大丈夫。こっち見て、こっち見て。そう、そのまま、そのまま、そのまま。いよいよ。大股、大股。大丈夫大丈夫。よくねえよ。懸命はできる。あとちょっとあと少しあと少し。そうそうそう。そう目を見る目を見る。そう目を見てる目を見てる。うちは見てる。目を見てる。大丈夫大丈夫。足足もう大股大股大股。大股そう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 よし来い。あ、違う。乗ったらスタートね。うん。乗ったらスタートです。まだ乗ってないよ。まだ乗ってないよ。よし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 。よし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 。よし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 。早いんじゃない？早いんじゃない？やばいやばい。
戻ってる。多分横の紐を掴まなきゃいけないんだと思う。これマジで怖いよ。ガチ。マジで怖い。言ってますけど、私はちょっと技を覚えたんで、はい、やっております。大丈夫？いいですよ。舐めてるっぽいな。よーい、スタート。怖い、ヒヤヒヤする。ああ、心臓が。ヒヤヒヤする、ヒヤヒヤする。大丈夫、大丈夫。いけるよ、いけるよ。紐がないだけで超不安なんだけど。わかるわかる。でもあの揺れないから。なるほど。すぐね、バレーと一緒、バレーと一緒。アンデュートロワ、アンデュートロワ、アンデュートロワ、私だけを見て。アンデュートロワ大丈夫。アンデュートロワ、トロワ大丈夫、大丈夫。アンヨが上手、アンヨが上手、アンヨが上手、アンヨが上手。自分を信じて、ただの板。オッケーオッケー、来い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 。あなたが目を見たらいけますか。もう声なんか出せないよ。もうタイムとかじゃない。挑戦する勇気だろ。すごい国民ですから。わかりますか。わかりますか。ねえ、タイムよりも心、わかりますか。後ろ気をつけてね、怖いよ。怖い、ごめん。測るの。測るんだろ。終わった。序盤から崩れたか。終わった。この大男、さあその長い足を使っていく、使っていく、使っていく。さあコーナーに入った、コーナー入った。おっと食い込んでる、食い込んでる。ギター大丈夫。ギター大丈夫か。大丈夫か、大丈夫か。さあギター見れない、ギターも見れない。食い込んでる。助けに食い込んでる。みんな悩むよ。さあ金メダルといったところか。金玉投げに。それでは行きます。よーいスタート。あ、おっと、おまたが痛いよ。大丈夫か。一度立て直す。あー怖い、怖い、怖い。あーあー。待って、大丈夫、大丈夫。ちょっと待ってくださいね。かしこまりました。あ、怖い、こういった方がいいのか。
待ってろよ。待ってろ。
ていいですか。ありがとうございました。ホームランのさやつが飛んでくることはここにないね。ここはないね、こっちで打っちゃってる。そうもうピッチャーと正面だから、正面でマーク見えた。そうそうマークに正面で見えた。一緒に見てんだから私もそうよ。そう、こことここで視点変わるわけないんだから。あんたが見えてる世界が私の世界でもあるから、うん、そうだ、うん、いちいちうるさい、うん、静かに見てろ、うん、今はまだ0対0、うん、今はね0対0が守ってだね、うんうんうん、まだこれからだね。これから面白くなってくる。投げて、さあ一緒に投げて、君なら打てる。6番安田。見えない。視力が下がった。ああ、ちっちゃったね。気にするな。はい、気にするな。危なかったですね。危なかったですね。